米の皆さん、おはようございます。朝8時半の渋谷でございますけれども、僕は今ハチ公口をこう渡って、対角線上のこうセンター街のね前まで来てるんですけれども、最近渋谷に新しい お出かけスポットができたことを皆さんご存知でしょうか。あれでございます。あれが渋谷スクランブルスクエア、あっちが Google が入ってる渋谷ストリームです。ゴーゴー。あー、ドローン飛ばしてえな、これ。というわけで今日はですね、11月1日にオープンしたばかりの渋谷スクランブルスクエアにやってまいりました。ブランドのブティックとか美味しいスイーツとかね、レストランとかたくさん入ってる、あんまり僕に縁がなさそうな、建物で あるんですけども、複合商業施設ですね。でそこにですね、ちょっとですね面白いガジェットを置いているお店があるということで、今回やってまいりました。こちらでございます。ボクスタっていうお店です。というわけで、ここが、ボクスタっていう、こう最新のガジェットとか家電とか、なんかいろんなもの、いろんなこう珍しいものを置いている、こうセレクトショップみたいになっている、お店です。でここをですね、大日本印刷さんが、やっているらしいんですけども、大日本印刷さんっていうのは小売もやってるんですか。そうなんです。今ちょうど実証実験でこの店舗を展開していて、これがうまくいけば、来年事業化していきたいと思ってます。なるほど。というわけでですね、今期間限定でここ渋谷スクランブルスクエアにですね、オープンしていまして、僕のところにもねちょっと集客をお手伝いしてくださいみたいな感じで、ご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。というわけでですね、これ開店前の、わずかなお時間をいただいてですね、ちょっとこう撮影させていただいております。ここに置いてあるガジェット一部なんですけども、ちょっとねご紹介してたと思うんで、行ってみましょう。こういう感じでダダダダダダーっといろんな、ガジェットですとか家電、あとは、アプリなんかも紹介しているような、お店なんですけれども、僕がとりあえず気になったのはこの子皆さんご存知ですか。これ触れるとこなかなかないんですよ。ラボットっていう、はっきり言って役に立たないロボットです。何をしてくれるかと言いますと、というか何をするかなんですね。僕たちがこのラボットちゃんを愛してあげるというためにこう生まれた、ラブとロボット掛け合わせたラボットって、これ結構今年のセスとかで盛り上がりましたけども、触り心地がねめちゃくちゃいいんですよ。でこう鼻とかいいよ、かわいい。ここにカメラがついてて、こう家にいるとお迎えしてくれたりとか、お留守番してくれたりとか、あとはペットの様子見とかにも使えるんですけども、基本的にはめでることがもう最大の目的みたいな、もうロボットですね。めっちゃ可愛い。こう目のディテールがすごくね凝っててね、やっぱね丸みを帯びたフォルムとともに可愛さをこうアピールしてくるんですよね、あざといは。あとこれなんですけどこれね商品ではないんですけど、こう 3D ホログラムでこのこうボクスタの展示プログラムをこう表示してるっていうものなんですけど、これ分かりますかね。この箱があって特に何もないじゃないですか。で横から見ても何もないでしょ。ただこれをカメラで映すかな、正面から見るとほらこうやってこれ空間に 3D ホログラムが表示されるんですよ。でこれをこう触れるよ、こうやって触れるんですよ。ただこうやって触ってるんだけど、僕の指はこう浮いてるのよね、よこういう感じでこれ結構不思議な体験なんですけど、こう空中を触ることによってインターフェースをこういじれるっていう、なかなかねレアな体験です。これあと割と普通のガジェットも置いたりします。これ、サーフェスハブ 2S ですね。サーフェスハブですね。こう Windows が入っているもうでっかい、ただのでっかいスクリーンですけれども、
これこうやってねこうやって触れる、なかなかこのサーフェスハブを触れるこう場所もないですよね。いいよ、はい。あとはまあ自転車好きの僕としては、まあこれとかもちょっと気になるところですけども、グラフィットバイクっていう、まあ定義上はこれバイクらしいんですけれども、こうペダルがついていて電気で走る、まあこうハイブリッドのこうバイクというか自転車というかそういうものみたいです。で、道交法上これは公道を走ることになるらしいんですけれども、一応こうペダルでこいで進むこともできるみたいな感じ。ちゃんとこうウィンカーもついてるんですよ、ここに。で、僕が気になったのはここ、ここの、鍵なんですけれども、これがね、ここが今動かないんですけど、これ指紋認証でここの鍵が開くんですって。これだけ言ってほしいですよねここだけ欲しい。あとこれはなんかベルトのスマートデバイスらしいです。こうベルトを緩めるとこう食べ過ぎたってことを検知して、食べ過ぎですよっていうことを記録してくれたりするみたいですね。あと歩数計もついてて、まあ、そういう感じのこうウェアラブルスマートデバイス的に振る舞う、ちょっとかっこいいこういう本革を使ってる高級感のあるベルトとか面白いですよね。これ1回の充電で40日動くんですって。 IoT メジャー、スマホと同期する手書きメモ、スマホに取り付ける美顔器、窓型のディスプレイ、 Google Nest Hub Max、 スマホで操作できるおしゃべりスピーカー、ブラインドコントローラーですね。骨伝導でこう電話とか音楽が聴けるスマートリングらしいです。あー、どうも。これがですね、シンカっていうこうマッサージチェアなんですけれども、マッサージチェアっぽく全然ないんですよね。インテリアとしてリビングとかに置いといてもあまり違和感がないっていう、そういうコンセプトなんですけど、このお店クラウドファンディングの幕開けと結構こうコラボしてるらしくて、幕開けでこうプロジェクトが動いている製品とかっていうのがたくさん置いてあるんですよ。だからこの進化もその一つで、今から幕開けでバックしようと思ったらできちゃうんですよね。クラウドファンディングとかだとこう結構こう実物が触れないみたいなことがこうボトルネックになること多いと思うんですけど、このお店で触れる商品も結構たくさんあるんで、なんか気になってる商品ね、なんかこうバックしようかどうか悩んでる時にここで確認するのももしかしたら面白いかもしれません。しかもこのお店ですね、このお店限定のこうクーポンがついているこう商品っていうのがあるんですよ。ここのね、案内表示にですねクーポンコードが書いてあって、こうそれを入力すると例えばこれとかこう 15% オフとかになったりするわけで、それはこのお店に来ないと分かんないんですよ。だからこう買おうと思ってる人がそもそもこのお店に来てクーポンもらって買いくのもね、全然ありですよね。あと皆さん、こう僕の上にこうなんかあるの、これ見えます？このお店ですね、全部のこう展示物にですね、これこうマイクとカメラがついてるんですよ。で、こう大日本印刷さんはですね、これで買い物客のですねこう行動とかこうどういう反応してるかっていうことをこう分析するらしいんですけど、これしっかりしてんなって思うのが、こう映像はもうその場で AI がもう行動分析にしてこう録画を全部すぐ消すんですってね。で、録音はもう文字起こししてしまって、それも即時廃棄っていうことらしくて、こういうなんていうの、こうモデルってこうプライバシーの話がこう出やすいんですけれども、ちゃんとこうガードが効いてるっていうね。で、このボックスタのウェブサイトになんかその辺のですね、取り扱いのこうプライバシーポリシーとかもちゃんと載っててですね、すごいちゃんとしてるなっていう。こう大日本印刷さんはこれをメーカーにフィードバックとしてこう投げたりとかして、商品開発とかマーケティングとかをやるっていうことみたいです。という感じで、個性的なガジェットがたくさん揃っているボクスターでございました。ここボクスターはですね、渋谷スクランブルスクエア2階に12月25日までオープンしているそうなので、渋谷にいらっしゃる際はぜひ遊びに来てみてください。というわけで、今日はボクスターのご紹介でございました。またお会いしましょう。じゃあバイバイ。